今日は仮暮らしのアリエッティ谷田洋平店の最新情報を皆さんにお伝えします。現在ですね、こう都内某所で倉庫を借りてですね、この展示物の仮組みが行われていますけれども、ここに今ジブリの美術スタッフが、今手伝いに入ってます。で、その美術スタッフ、何をしてるかというとですね、大きく言うと3つやってるそうです。1つは、その作品の中に出てくる、床の下の生活の中に出てくる偽窓の絵を描いてるっていうことだそうです。偽窓っていうと、そのジブリのですね、あの1階の映像部のところにも壁に窓を描いてあったり、ジブリのスタジオの中にもここに窓が欲しいなっていうところに窓を描いてあったりですね、あとジブリ美術館なんかにもですね、こう地下のトイレのところには偽窓があったりとかですね、いろんなところに偽窓って、ジブリって好きなんですけども、この作品でも偽窓が出てきます。それをうちの美術スタッフが描いてるそうです。それから、草というか植物をこう描いてるところがあるっていうことが2つ目だそうです。それから3つ目が、そのアリエティたちが住んでる生暮らしの部屋の中にかけられてる絵があるんですけども、その絵も描いてるんだそうです。で、この絵は、谷田さんとこう相談して、こう設定を決めたそうなんですけども、この小人たちの、アリエティたちの祖先に、先祖にですね、絵の好きな小人さんがいてですね、その人が描いた絵っていうことを設定で描いてるらしいんですけども、だから普通の人間が描いてる生物画ではなくて、小人目線で見たものの絵を描いているっていうのがちょっと特徴なんだそうです。それから小人たちのルーツがやっぱりイギリスにあったからっていうことを設定していて、そちらの方のを思わせるような絵とかもあるらしいです。実はこの辺のところは聞いた話なので、来週ですね、ちょっと、その仮組みの具合をですね、またレポートに行こうと思っておりますので、その時のこと、印象とかをですね、またこの場で喋らせていただきたいと思っております。今日は、仮暮らしのアリエッティ谷田洋平店の最新情報をお伝えしました。